Moin Leute und wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter mit den Events. Möge das Glück hold mit dir sein. Merci und es geht weiter. Flüchtige Farben Event. Bunte Flammen. Steigen wir direkt ein. Teil 2. Ab zum Auftrag. Wieder eine Legendenquest. Okay. Wo müssen wir hin? Zeit vordrehen. Warum muss ich? Dass man immer die Zeit vordrehen muss auf den nächsten Tag. Morgen 8 Uhr. Hi Lil. So. Los geht's. Nächste Legendenquest.庭で雨の音を聞くのが好きですが、少し贅沢すぎますね。ほっ。旅人、来てくれたのね。さっき手作りのお菓子を用意したの。もう準備は終わっているわ。そうだ、宝儀の作った花火の筒もいくつかあるから渡したら仙人たちに喜んでもらえるかも。まだ他に何か必要なものはあるかしら。 Lass uns wandern gehen und den Mond und die Sterne bewundern. Also wieso macht man so lange Quest? Wie kann man so lange nur so lange Quest machen? Das passt doch nie im Leben auf einen YouTube-Titel. Also never ever. Guck mal, Liebe von oben. Auch schön, ne? Wenn es nicht regnen würde, wäre es natürlich noch schöner. Nope, meine Dailies habe ich schon nicht gemacht. Die machen wir nach den Events. Aber punktgenau, Leute. ばあや、顧客が多いのは私にとって実に喜ばしいことなんだ。もう回答祭だというのに、一体誰が訪ねに来るっていうんだい？まったくこの子は。それを言ったらおしまいだ。 ご無沙汰しております。近頃はどのようにお過ごしでしょうか。あなたたちだったかい。回答祭で子供たちに会えて。いや、アルツフィルスポイラーじゃねえしょな。旅人、久しぶりだな。それに国政殿も一緒か。もうすぐ花節を迎えるので、私たち七世からお二方にささやかな贈り物をと考えたんです。 年越し用品や良質な絹を2巻、それからピンバーヤには希少な花の種を用意しました。軽くて運びやすいものについては全て持ってきましたが、絹はまだ届いていません。先ほど布屋で品を手に入れたので、後ほど運送を手配します。些細なものではございますが、
お二方に気に入ってもらえたら幸いです。おお、とてもいいものだな。気遣い感謝する、七星。それは嬉しいね。国星が選んだ花の種ならきっといいものに違いないじゃろ。ありがとう。気に入っていただけて何よりです。それでは私たちは他の仙人方にも会ってまいりますので失礼します。龍雲たちのことかい？彼らなら聞いた話によると町中にある装飾がどれも国星の手作りなんだってね。城内をこんなにも綺麗にしたのに自分は山奥へ行って町に行けないなんて、なんとも残念なことじゃ。縁妃は町が大好きで何かとすぐ町へ行くんじゃが。まあや、私は何も暇つぶしに行っているわけじゃない。顧客たちのために調査をしてるんだ。ほう、だったらチコ魚焼きの屋台にあんなに長くいたのも調査のためだったのかい？あれは彼らのために物価を計算していたんだ。物価の計算は面倒だぞ。様々な条約を調べておく必要がある。ああ、この業界では一般的に休日なんてないんだ。顧客から頼まれれば行かなければならない。それって疲れるだろう。休む時間もないなんて、それでどうやって生活していくんだよ。明確に規定された休日はないが、時間は全て自分で調整できる。だから暇を見つけて休むことができるのさ。そうしないと疲れた顔で客に会うことになり、第一印象が悪くなって仕事どころじゃなくなる。それにこういった言葉もある。なんだっけ。休息はより良い仕事のために。Der Rasse, der Rosset nicht. Ah ja. 工事の監督で何度か言ったけど、それが終わってからは一度も。仕事が終わってからちゃんと回ってみようと思ってたけど、やるべきことがどんどん増えて。ええ、いいわよ。せっかくの機会だから、君をいろいろな場所に連れて行かなくちゃね。でも今行くべき場所は、絶雲の間よ。それじゃあ二人とも、先に失礼するわね。Sehr bestimmt, die Dame. まずは、どの仙人の方に会いに行ったらいいかしら。Sehr bestimmt. Aber der macht mal bestimmt irgendwie eine Freude oder so. Von ihrem Arbeitswahn ablenken. Ich bin immer auf dem Dorf, also bald wird es bald finden. Ryuu Shakufu Shin-kun. Verstanden?Jetzt ist die Frage, soll ich alles, was ich jetzt hier irgendwie bekomme, noch ins Ganju-Banner packen? Oder soll ich es sein lassen? Ganju trifft Ganju. Matsuri ga chikai to iu no ni, naze Warawa no tokoro e?総務士は今頃忙しいはずで。いえ、回答祭が近いからこそ休みを取ってシン君に会いに来たんですよ。ただ昨月畜養シン君と利水定山シン君の姿が見えないようですが。あやつらはん、旅人じゃないか。それに幽変も珍しい客だ。みんな元気にしてたか。シン君、ご無沙汰しております。カウンもここにいたのね。まさか国星さんがいらっしゃる。 2 Blumen auf jeden Fall。Da hätte ich Bock drauf. Yuhen, どうしてここに。そうかしこまるな。
らわに会いに来たのは何か用でもあるのか。もうすぐ仮説を迎えるので七星を代表して挨拶に参りました。ささやかなものでお恥ずかしいのですが、どうぞお受け取りください。リーユへの七星は多忙を極める。そんな中自らわらわのいる洞府に来るとはご苦労であった。ん？面白そうな丸い筒だな。もしかしてこれは総務士が改良した新しい花火です。 Okay, das wären jetzt aber im schlimmsten Fall noch 50 Ziehungen, ne? どうぞお楽しみください。 Da komme ich ja nicht drauf. この仙人は人間に反感は持っていないものの、リーユ人が統治することに対しては。 Okay, 90, da komme ich ja im Leben nicht hin. 人間があまりにも若いからなのでしょうね。大丈夫、時間が解決してくれるわ。その日が来るまでなるべくいい印象を残さないと。今日の私は頑張って準備してきたんだもの。竜宮釈風神君はからくりが好き。きっとこの贈り物を喜んでもらえるわ。関羽から聞いた話だと、竜宮釈風神君は食事にとてもうるさいらしいから、下手に不快感を与えないようあえてお菓子は持ってこなかった。Das sind also die Gedanken von K-Queen. これだけ考えて準備したんだし、おそらく問題ないはず。ふむ。おほ。うん？なるほど。面白い。精巧さの中に工夫が込められておる。見た目も悪くない。この表情。リュウン・シン君はこの贈り物を気に入ったようですね。よかろう。この装置はわらわが遠慮なく受け取るとしよう。そういえば先ほどカウンが昨月畜養シン君と利水定山シン君に会いたがっていたな。ただ残念ながら時期が合わなかったようだ。オイラたちもその仙人たちを訪ねに来たんだ。今はアーコンヤクト。あの二人の老いぼれは、昨月畜養神君はいつもリーユエコーのことを気にかけておる。しかし当時皆でリーユエを七星に任せると決めたのだ。好き勝手に町で人の仕事を監督するなど不適切であろ。わらわも説得した。もし本当に気になるのなら人間の姿となって城内へ見に行けばいいとな。しかしあの頑固親父、どうしても割り切れぬそうだ。その後あやつは辺りを散策する。 Okay, ich investiere einfach jeden einzelnen Pull, den ich machen kann, noch ins Ganjo Banner. Vielleicht kriegen wir die noch auf C2. そんなことなかったのだが、三門の守衛のために何か真新しいものがないか探しに行くと言っておった。そういうわけであやつも外出しており、いまだに知らせ一つよこさない。いや待てよ。ん？こんなに賑やかだとは。その声、神格？神格か？あれ、神格も竜雲釈風神君を訪ねに来たのか。神格、もしかして竜雲神君が以前おっしゃっていた方ですか。だからはあれ、あふなんだ。神格、こやつはカウンだ。聞いたことがあるだろう。viel kleiner, wie schön ne? こんにちは、カウンと申します。今は玉境内に勤めております。近頃神格さんがリーユエコーへと移り住んだとお聞きしました。何か困ったことがあればいつでも私のところにいらしてください。承知した、感謝する。口にできるものを城内から持ってきた。聞けばリーユエ人は怪盗祭の時食べ物を知り合いに送るらしい。うん、
den Schrimps rollen. Sonna, watashi wa aete okashi o motte konakatta no ni. Daijoubu kashira? Oh? Ano futari no bun mo yōi shita no ka? Ah. Masaka.城内に移ってたった数日でそこまで気が利くようになるとはな。菓子を持ってきてくれて感謝するぞ、神格。神格。皆の者、今後ともリーウェ校に残る者として互いに助け合うといい。わかったな。ああ、わかりました。ここは私が想像してた以上に賑やかなところね。コーマ体制を探しておるのか。最近は見かけぬな。Der Dämonenbändiger。そっか、多分絶運の間にはいないだろうな。やっぱりいつものように防御旅館へ行ってショーを探そうぜ。つまりこの祭りの日にわらわだけが絶運の間に残っておったということか。カウンが来ていなかったら今頃仕掛けの術について黙々と研究していただろう。お邪魔してしまい申し訳ございません。Die ist so schön lieb, die Ganju. Ganju, wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ganni. Wir nennen sie jetzt Ganni. Nein, war ein Spaß. まずい、また始まった。こうなるとカウンがひどい目に。ああ、リュウシン君、私まだ用事がありましたのでお先に失礼します。ん、どうしたんだ急に。ユウヘンもここにいるのだし、何か用があるのなら直接伝えればいいではないか。いえ、大事な仕事ですので直接行幸様に会わなければ。そう変わらぬだろう、行幸でなければならないのか。ええ、私と行幸は役割が違うんです。カーンは普段仕事をそれぞれ違った責任者に報告しているんですよ。お、キークイーン springt in die Bresche。国政さんが私をかばっている。ですので申し訳ございませんが、その皆さんお先に失礼いたします。 So ein süßer Charakter。 本当に言ってしまったな。だがまあ理解ができぬわけではない。秘書というのは難しいものだ。リーウェ校のさまざまな事務はそのほとんどがカウンの手に委ねられておる。Voll in Verlegenheit gebracht。それはとても疲れることだ。たとえ千人の肉体であっても注意が必要なほどに。カウンはとても勤勉で、仕事をし始めると寝食も忘れてしまう。はい、必ずや。私たちも兵祖よりカウンの世話になっております。やはりユウヘンは頼りになるな。リーウェ校をお前たちに任せたのは確かに賢明な選択であった。いや、und wer passt auf Kikun auf? 皆様方の信頼に応えていくつもりです。それとこれらの歌詞、実に悪くない。うん。これはここに置いておくといい。後で神格をわらわに同行させて。豆腐の中へと運ばせよう。昨月畜養神君とリス異常山神君が戻ってきたら
わらわからあやつらに渡す。花火の構造は実に巧妙だな。じっくり研究するとしよう。それからついでに神格のリーユエコーでの見聞も聞こうではないか。神格？ああ、面白いことなら数多く経験した。ならば仕掛けをいじりながら雑談にでも興じるとしよう。そうだぞ、こんな時くらい休まないのか。祭りなんだぞ。わらわは山林の奥深くに隠居するものであるぞ。とうの昔に祭りなど気にしておらぬ。心配するでない。わらわの体はわらわ自身が一番よく知っておる。休むのは当然重要なことだ。ずっと研究に没頭して病にでもかかってしまったら仕掛けの成果すら検証できぬからな。検証ってそんなに大事なことなのか。無論だ。種をコツコツと植えるのは収穫の喜びを味わうためであろう。仕掛け作りのために寝食を、そして自らの成果を検証する時間さえも忘れてしまっては。ist aber heute im Labermodus。 自分の作った料理を食べない料理人と同じになってしまうだろう。そんなのは本末転倒、受け入れがたきことだ。それでは皆の者、雑談はここまでにしよう。わらわは先の研究を続けるとする。神格、わらわについてくるといい。Ich weiß noch gar nicht, welche stehen denn zum Auswahl. 自分の料理を食べない。竜音釈風神君は仕掛けと料理に対して深い考えを持ってるみたいだ。それこそ仙人の英知というものよ。それにあの方は周りをとても気にかけている。たとえ隠居した仙人であっても他の人と密接につながっているの。俗世に入らず俗世のものよりも人情がある。そんな仙人は本当に風格があるわね。パイモン、次はボージョル館に向かいましょう。高魔大戦がそこにいるかもしれないわ。Upp. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass jeden Tag eine Legendenquest daraus springt. Mazwa, Belgoretto, ni Koma Taisei no Yuke wo kiite mimasho. Byak Sensei, Kusuri, Ippai totte kita. Hai. Shitaku wo oeta ra kaere masu node, mo skoshi mattete kudasai.Ich glaube, die habe ich alle, oder? Nein, die Omaira war hier. Byak Sensei ga kusuri wo hoshigatte ta. Dakara, Nana ga totte kita. Demo, Byak Sensei mo kita. Ima yakusou wo atsumete iru ndesu yo. Tabibito san to Paimon san, sore ni Kokusei san mo gokigen yo. Ah, unser Kabuto. Die Zeit になると、Fubokuro ni aru Ichou yaku ga sugu ni urikirete shimaimasu.もうすぐ回答祭ですので、ちょっと待って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 、ですので、ここまで足を伸ばし、薬草を多めに採取していました。検品が終わり次第、帰る予定です。しかし、まさかこんな場所で、幽変の国政さんに会えるとは。公務で少しね。なるほど。もうすぐ祭り当日なのに、まだ忙しく奔走されているので。今、gespannt, wann die Dendro so richtig einführen als Element。白術先生。でも、これも仕事のうちだから。国政、旅人、忙しい。ナナたちも忙しい。みんな一緒に頑張る。ええ、ありがとう。
Nana. Wie Nana? Heißt Nana Kiki? お二人、ではお三方、これ以上邪魔しないよう、私たちは先に失礼するわ。旅人、行きましょう。ベルゴレットのところへ。じゃあ、aber mit wir haben nicht so wirklich gesprochen mit dem was wir wollten.国政様、どうしてここへ？何か特別な用事でもあるのでしょうか？いえ、ただ高魔体制のことについて尋ねに来ただけよ。彼は防除旅館にいるかしら？将様の行動についてはこちらでもあまり把握しておりません。しかしいらっしゃるときはいつも露台においでです。Die süße Katze. 行ってみてはいかがでしょう？Die süße Katze. Ich bin nicht gerade wieder runtergefallen. Wie kann man da runter? Der einzige Ort, wo man so runterfallen kann, falle ich natürlich runter.もしかして時間が悪かったのかしら。Wir müssen den doch nur rufen, oder? うん、こうなると贈り物をオーナーに預けてオイラたちの代わりに渡してもらうしか。お前たち何用だ。Schwupp!お久しぶりです。私は国政、リーウェ七世のユーヘンです。ユーヘン国政。オセル討伐の際にあったな。悪くない剣さばきであった。ロブンダボワテ。オイラたち、お前に怪盗祭の贈り物を届けに来たんだ。ほら、おいしいもんがいっぱいあるぞ。Wo haben wir jetzt die ganzen Sachen her? ような贅沢な品、我に渡す必要はない。妖魔大使は我らが責務、礼などいらぬ。ご師匠は人には毒だ。たとえ凡人をはるかに超える身体能力を持つお前たちでも我に気安く近寄らない方がいい。おい待てよ、もうすぐ怪盗祭なのにゆっくり休んだりしないのか。いや、oder in der Pfütze stecken bleibt. Genau das ist es, Schatten.騒がしい場所は我の好みではない。それに祭りの期間中は妖魔の侵入に対してより一層警戒を強める必要がある。それゆえ我もいつものように見回りを行っている。お前たちも娯楽に興じるときは用心するがいい。ならいい。シュープ Weg ist er.相変わらずだな。今年は花火。ええ、そうね。これで仙人への訪問もすべて終わったわ。下に降りてしばらく休んでから城内へ戻りましょう。どうすれば。さて、フンサウンド。あれ、国政様。よかったです。ここにいらしたんですね。ホーギー、どうしたの？こんなところで何かあったの？国政様、それがですね。以前、国政様に言われた通り、花火の設置場所の計画を練り直し、その範囲を警察層まで広げました。それで新たに人員も手配し、花火を警察層に設置して、当日の作業員もそこに残しました。ですが、その責任者の報告によると、警察層に設置した花火が全部盗まれてしまったようなのです。すぐに戦艦軍に報告しました。追加の花火を作って警察層へと運び、現在は兵士たちに監視してもらっています。しかし、
怪盗祭はどこも人手が足りません。戦艦軍もあちこち駆け回っており、日頃の見回りすらままならない状況です。Also machen wir es. Ganz logisch. Ganz logisch, Leute.城内の見回りを倍に増やし、途切れることがないよう全員での交代制を敷いている。それに加え、日常の事務もこなすのは確かに困難なことだわ。唯一動かせるのはいくつかある特別緊急招待だけね。おだめし。あれらの招待は人数が少なく、一箇所に長くとどまることに向いていない。彼らを使うのであれば短期間で解決できるような問題でないと。じゃあ仙人たちに竜音釈放神君とか将に聞いてみるのはどうだ。いいえ、それはあまりにも短絡的だわ。こうしましょう。宝儀、このことは私に任せて。 OK、 キー君、 OK、 We helfen nur。 二人ともありがとう。この件についてはちょっとした心当たりがあるの。早速その手配をするわね。宝儀はリーユエコーへ戻り、花火の整理をしてから警察層へ。旅人、君は私と警察層に来てちょうだい。村の人に状況を聞いてみましょう。Hey, hier die Legendenquest geht jetzt einfach mal eine halbe Stunde. Oder länger wie eine halbe Stunde.Ah, nee. Ich dachte, er verkauft irgendwas. Überall sind hier diese schönen Dinger. Feuerwerk. So. Schwupp.Wenn das Feuerwerk bis hier hingehen sollte, dann haben sie aber echt einiges zu tun. Konnichiwa, Jackson Oba-chan. Hanabi no Tōnan no Ken ni tsuite, shōshō o kiki shitai no desu ga. Kokusei-sama, jiki-jiki ni koko e irasshyaru to wa. Sō o kashikomaranai de kudasai. Jōkyō o setsumei shite morai masen ka?はあ、先日この村へ花火が届くと、村の子供たちは大喜びでそれを囲み、ずっと眺めておった。ただ花火を運んできた者たちはそれを一箇所に置くと、打ち上げ場所を確認するため村を離れてしまっての。確か花火はルージーの家の横、その空き地に置かれたはずじゃ。それから一晩が経ち、気がつくと花火は丸ごと消えておった。担当者は顔を引きつらせながら、解決策を考えるため城内へと戻っていったよ。ああ、私たち村にいる者も心配なんじゃ。花火が盗まれたということは、近くに賊がいることを意味する。今は戦艦軍の警備があるが、それでも皆、状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。旅人、花火が盗まれた場所へ。さあ、デテクティブエナジー is unterwegs。 ここが花火が盗まれた場所だな。犯人はきっと、警察層は住民が年寄りと子供ばかりで、防犯が行き届いていないことに目をつけ、この世、本当に卑劣極まりない。決して許されない。まずは近くで手がかりを探して、それから次の行動について考えましょう。Absolut.
足跡追ってみましょう。Warst du es, kleine Liu? Nee. Asiato ga mada tsuzuite iru wa. Oimashou. Erstmal ein kleines Kind beschuldigen. Tsuite ikimasu. Asiato ga mada tsuzuite iru wa. Oimashou.これはすべて誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が、Thank you, or? 招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。あね。本当に誤解なんです。どんなに有望な人でも、飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。Mit so einem komischen Haarschnitt。あそこで何か起きているみたいね。行ってみましょう。あれ。気温紹介もういい何も言うなあ、だ、Thank you はは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 はかしこまりました、おっちゃま妖魔の仕業かと思ったがまさかまた砲塔団だったとはゆくあき、ちょーんなんでここにいるんだいやみんなここで会うなんて奇遇だね何かあったのかい私から先に質問させてちょうだいこれは一体どういう状況ああ説明しよう毎年回答祭には飛雲商会がリーウェイ港の周囲にある村に家のしきたりでこれらの物資は家の者が直々に運ぶことになっていてね去年は兄上今年は僕が担当しているでもなんで趙雲もいるんだ趙雲は僕の家に客として来ていてそのついでに同行するよう僕そうだったのかじゃあ趙雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだどうやら二人とも故事を知らないようだね花火はもともと爆竹を放って妖魔を駆除することから始まる古の時代リーユエには妖魔が跋扈していた仮説を迎えると人々は団らんを楽しむすると高まった妖の木が妖魔をおびき寄せ港周辺にまで妖魔が迫ってきたリーウェ港は帝君の守護を受けていたため城内へは入れなかったがその周囲に奴らは陣取って通行人を悩ませていたんだそれを退散させるため人々は爆竹を作った城門のそばで点火し火と巨大な音を利用して妖魔を追い払うことに成功したのさ解凍祭の時期になると僕は外に出てはぐれた妖魔が通行人を襲っていないか見て回ってるんだちょうど貨物を運ぶ必要もあったしどうせ山奥へ行くのなら砲術に長けた友達を同行させた方がいいだろゆくあきが古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていたその古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしいとにかくこの近くに着くと趙雲が待ち伏せに気づいたんだ調べてみるとやはり砲塔団のものだったよ状況が不利だと気づくとそそくさと逃げていったけどね幸いそのうちの一人を捕らえることに成功した今ちょうどこの者を総務士まで送り届けようとしていたところさだがこの者はまだ誤解だと言い続けている私が言ったことは全て本当なんです飛雲商会はとても有名ですし仲間たちもあなたの紹介だと知っていたら決して手を出していなかった Weil der Angst, Angst Hase 飛雲商会の会長は貧しい人や困っている人を助け人情深いことで言っただからほら全部誤解なんですって信じてくださいつまり他に狙っていたものがあったあいやそのとにかく行く秋坊ちゃまこの族を総務士まで連れていくために使用人を何人か借りられないかしら報酬は総務士が後で補うわ
正義の執行は僕の責務だ。お金を皆の者、この賊を総務市まで連れて行け。かしこまりました。我々にお任せください。さあ、この者を連れて行くぞ。縄をきつく縛り。待って。使用人の方々、総務市まで伝言を届けてくれないかしら。この賊は警察総の窃盗事件と関係があるかもしれないの。総務市に厳重な取り調べをするよう伝えてちょうだい。Bin hier. なるほど。Harte Geschütze aufgefahren. 指示はみんな頭に入れたね。安心してください、坊ちゃま。すべて承知いたしました。かねてより行く秋坊ちゃまの人助けについては聞いていたわ。大したことではない。どうか気にしないでくれ。みんな、一つ思ったことがあるんだが、もしかしたら一体だけではない。おや、趙雲。先ほどあたりを調べたとき、遠くに足跡がいくつか散らばっていた。道の中央にあったものと、それに先ほどあの者らを捕まえたとき、相手はほとんど武器を持っておらず、人数も少数だった。僕が思うに、あの者らは強奪を試みていたのではなく、他の者との合流を待っていたのではないか。 Ich finde Chong Jung ja wirklich als Charakter sieht er sau cool aus. Ein richtig cooler Charakter. Deswegen auch Eis. それで、その盗品とは一体何だい？ Xing Qiu sieht immer noch aus wie eine Frau. Oder sehr weibliche Züge zumindest.人を連れて警察総の応援に行こう。ああ、僕たちに任せてくれ。賊など僕二人とも手を貸してくれて感謝するわ。これで警察総の問題も一つ解決かしら。あと少しで砲塔弾を一網打尽。Jetzt fängt sie aber an zu regnen, mein lieber Allah. では警察総のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。彼らに会えてよかったわ。行く秋の人助けはかっこいいよな。でも花火を盗んだ真犯人は未だ捕まえられていない。私は周りを見てくるわ。旅人、君は警察総に戻って、ここまでずっと君に頼りっぱなしだったし、後のことは私が自分で何とかするから。北星、一人で手がかりを探しに行く気か？あ、そうだ、国政ってリーユエ七世だろ。部下とか連れて行けばいい。 Also die Legendenquest ist gefühlt länger wie gestern die, oder? 安全だと思うぞ。その言い分も理解はできるけれど、今は人で Ich bin mal gespannt, ob der andere zweite Teil auch so eine lange Legendenquest hat. ことは私一人でも対応できる。警察層に運んだ花火は決して小さいものじゃないわ。だからまだ遠くまで運べていないはずよ。私の考えでは、もし賊たちの頭が回るのなら、人目のつかない場所に盗品。私がすべきことは、彼らが花火を隠した場所を見つけ。それに私は無謀な人間じゃないわ。やぶをつついて蛇を出すようなことはしない。そこまで言われたら。さあ旅人、ファイモン、君たちは休んでおきなさい。Krass, okay. Legendenquest abgeschlossen.